大ヒットコミックの映画化ということで、それぞれのキャラクター、まあ、皆さんどんなところを意識して演じられたのかというのを聞いていきたいんですが、少女漫画の主人公っていうことで、もうかっこよくいなきゃいけないんだなっていうことで、すごくプレッシャーがあったんですけれども、監督がですね、あの撮影の時に、なんかかっこよくしようとかあんまり思わなくていいよって、私たちがかっこよく撮るのが仕事だからって言ってくださったんですよ。私もそんなにこう気を張らず、本当に純粋に恋をして、美濃先輩が大好きなリカちゃんでいれば、私もきっと監督が助けでどうにかしてくれるだろうっていう気持ちで、なんかこう似てるなって思うところとかあります？自分と。私も結構一途というか、この好きになるとずっとこう好きになるタイプなので、なんかそこは共感できるところがありました。うん、壁ドンの時はやっぱりちょっとね、あのずっと爆笑してるんですよ、僕の顔見ながら。ごめんなさい、違う、撮影中に。違います、違う。なんか吉根さんどんな気持ちだったんですか？なんかあまりにもナチュラルにやるんですよ。だからなんか監督とも日常生活でやってるんじゃないかって。やってません。だって僕あの顎食いってあったじゃないですか、あれ実際あの原作には顎食いはなくて、あの実際じゃあこれからリハーサル始めますっていう時に、監督に志尊くんちょっと顎食いをやってほしいんだって言われたんですよ。あ、直前で言われたんだ。はい、私すごい覚えてますよそれ。顎食いっていうもの知らなくてすごい、何ですかって聞いたら、顎をクイッとするんですって言われたんです。チューをする前に、じゃあとにかくやってみますって言って、はいはい、あのやったらやり方が間違ってて、僕こう顎をこうつまんであげてたみたいで、私顎のお肉がつまれてこうやってあげてなんか持ち上げてるみたいな、したらやり方違うからって言われて。そうですね、はい、ちなみにお二人自身が例えば異性のこんな仕草にキュンキュンするとか。笑顔です、やっぱり笑ってる、なんだろう、真剣な顔から不意に笑ったりするとはってキュンってします。ギャップ、最近ギャップっていうものに気づきました。いいなって。ギャップはいいですよね、はい、ドキッとしますよね。わ、ね、はい、かります。髪を結ぶ瞬間とか。あ、それはポニーテールですか？あ、もう何だっていいです。こう上げてる、上げたりもうなんか後ろでも前でも、うんうん、なんかこう前でもっていうのはあんまり。いや、僕このピョンっていうのもいいと思うんですよ。ピョン、ありですか？ありです。あ、でもそれはあの遊びに行くときにピョンされたらどうしたのってなりますけど、例えばじゃあお家にいるときとかピョンとか、なんかそういうちょっとした変化があの見られるときにキュンとします。あ、それもまたギャップからのピョンですね。ギャップからのピョンです。ピョン、かわいい。あと、あの先輩と彼女というタイトルなんですけど、吉根さんは何か先輩とのエピソードってありますか？はい、こんなかっこいい先輩学校にはいなかったなっていうふうに思います。そんなことないです。そんなことない。だってこんな先輩いたら大変ですよね、もう人気者になっちゃって、ね、ほら。監督から見てお二人のこう魅力的なところっていうのはどんなところですか？なんかすごくあの不器用なんだけどまっすぐで、あの一個のことにこうのめり込んでいくみたいな、それがやっぱお芝居にもすごい生きてるんですよね。ただやっぱね、一回泣きの芝居やるとなかなか復帰できないっていう不器用さも、私はあ、これだけ気を入れてこう役に向き合ってんだなっていう、今この瞬間にかけてんだなっていうのを感じて、それはすごい魅力的でしたね。うん、ありがとうございます。もうお芝居にも一途に、はい、のめり込むタイプですね。あ、はい、さっきの話とつながったね。はい、あ、なんでもないです。つながりましたね。つながりました。つながりました。つながりました。